皆さん元気ですか？めっちゃ声響く。どうもこんにちは。仕事の合間に少しだけインスタライブしたいと思います。さあ、皆さんは今何してました？はい、やっほー。そう、これインスタライブをしてる理由なんですけども、ただただね、めっちゃ声響いてる。君はいい人チャーリー・ブラウンっていうミュージカルが3月の30日から始まるんですよ。3月の30日からそのミュージカルの君はいい人チャーリー・ブラウンっていうやつのチャーリー・ブラウン役で私やらせていただきますんです。なので、顔ちょこちょこ、なのでそのそれのなんか宣伝というか、皆さんにそれがあるんだよっていうのを知ってもらおうと思ってインスタライブしてみております。はい、そうだね、なんか質問あります？会社のさ、廊下なの。だから誰が来るか分からなくてヒヤヒヤしてるさ今。メンバーも隣にいますよ、隣の部屋にね。階段ではないんだけどね、階段ではない。ほら、こういうおしゃれーな。画質悪いんだ。なんかそうだよね、声が響きすぎる。誰が来たらいいじゃん。痩せた？そう、痩せたの私。わかる？痩せたんですよ。あのね、やっぱさ、8歳ってさ、痩せてるかなと思って、ちょっと逆につけてよ。痩せてるかなと思って痩せようと思って痩せた。あのね、一番太ってた時期が66キロで、もう本当に表にも出ないから、ずっと66キロぐらい乗ってて、あんま気にしてなかったけど、ちょっとやばいなと思って、今は61台。この間60キロ台になったけど、今日朝測ったら61.何本みたいな感じだったよ。時計じゃないわ、こっちは。こっちね、腕は。こっちは時計。どうやってやってたの？僕ね、ほんとね、お菓子の食べ過ぎなんですよ、基本太るのは。だからお菓子を食べるのをやめたのと、大盛りにしないっていうルールを決めて、あとは我慢できる日は夜ご飯は少なめにするとか、そんなちょろっとしたことで僕はゆっくりゆっくり痩せていったんで、うん、だから60やけど、多分このままいけば60切るかもね。このまま別になんか何も食うじゃないから、ただお菓子食べられへんぐらい。今日の夜ご飯なんですか？今日の夜ご飯は決めてませんが、まだ食べてない。もうちょっとしたらね、もう一個仕事しなきゃいけないんですよ。グミね、食べられへんの。
でも食べてるけどね、食べ過ぎないっていうだけで1個とか2個とかは食べてる。普通に舞台に宣伝するんじゃないの。そう、舞台を見に来てほしいんですよ本当に。本当にね、みんなで1ヶ月半ぐらいかけて頑張って作り上げて、2ヶ月ぐらいかかけて頑張って作り上げてきた作品なので、もちろん自分たちも、会場自体もすごく感染対策とかバッチリやってくれると思うので、もしよかったら足を運んでいただいたら嬉しいです。後悔はさせませんので。ただね、僕がねやっぱ8歳ぐらいになるんでまあ僕の舞台を何回か見に来てくれてる人は逆にちょっとびっくりしちゃうわね。なんだろう、みたいな、そんな声でお芝居すんだみたいなね、結構ねもう衝撃を受けるんじゃないかなと思いますんで、ぜひ楽しみに出していただければと思います。一番後ろの席でも見えますか？全然見えると思うんですよ。大丈夫ですよ。心は8歳やから。誰が心は8歳？縦じゃないんですよ。ベントもそうですけどね。縦じゃないですからね、今回は。ね、ファンワズももう一回やりたいですよ、僕は。ファントムワズ2がやりたいんです、本当。ぜひ、ファントムワズも実現したいんですけども。本当にみんなも見たいでしょ、続き。俺もめっちゃ続き知りたい、あれまあ知ってる人もと知らない人いると思います。ファントムワーズって剣振りません、はい、プレゼントボックスはないと思います、はい、でもね、その気持ちだけで幸せですよ。唯一いけないのがチャーリー、なんで残念です。アドリブしますか？アドリブはあるかな。でもあんま稽古では僕はあんまりしてないんですけどね。あ、お疲れ様でした。またよろしくお願いします。メイクさんが変えられた、これね、ヘアメイク。今日はミミさんが、ミミさんじゃない方にヘアメイキングをしていただきました。おめでとうございました。スタイリストさんが変えられました。さっきまでね、衣装着てたので、これは私服ですけどね。ピースして。ピース。なんかさ、微妙にさ、ライティングと暗いんだよ。ライティング暗いし、声響くし。アクセサリーね、つけてますよね。ネックレス、指輪。なんか腕輪、時計。お疲れ様でしたって一緒に言ってくれてる。半袖笑う、なんでよ。だって今日19度やで。19度に上着着たらもう19度の格好でしょ。もう少し顔の近くで嫌です。膝盛大に破けましょう。こういう服です。ここの布部分もないからって、その服そんな、いじらない。そうたくん好きすぎてロングからベリーショートの鏡にしました。あおお、もう一金髪やけどね。メンバー誰がいますか？メンバー全員すごいたまたまなんですけど、近い近い近い。これ何してんの今？いやいや、インスタライブです。生です。生？髪色近くない今？いや近いですね今こんな場所にしてんの、はい、すげえ声響いてメンバー誰がいますかで、たまたま通りかかる雄大エモいね。こんにちは。あ、一瞬雄大君が来てくれて増えたんですけど、もう帰っちゃいました。帰っちゃったというか、きっとね、違うところと。
まあ、そういうタイプいますけどね。あ、なんかこれなんなの、これ何やったっけ、質問ボックスみたいなやつね。今日何してましたか。今日は歯医者に行ってジムに行って仕事に来ました。ちょっと渋谷をぶらついてから、渋谷のあれに行った、電気屋さんに行って買い物してから来ました。仕事、寮生活か、4月から頑張って。明日から高校の部活なんで応援してください。あ、おお、頑張って。ジム行ったの、そうだ、最近ね、ジム行ってる。ほんとね、もう、おっ、無理無理無理、はい、行く。何やってんの。一人でインスタライブです。この廊下の端っこね。はい、中学生みたいだね。誰が中学生。あ、5歳か。誰がやる。8歳。8歳。そう、5歳、5歳だよって最初に言って始まるんですけど、うん、8歳やのに、うん、まだ5歳だよって言っちゃう子なんです。なるほどね。で、ここでこんな感じでさ、はい、絶対膝上げてますよって言われたでしょ。いや、死ぬほど言われてますよ、うん、あ、大輝くんって。俺毎週やってるからな。なんだ、そうっすよね。そう、別になんか珍しいもんでもなんでもないんですよ。いやいや、珍しいそうだね、つってんのは珍しいね。確かに、なかなかしばらくやってないじゃない。うん、あのホテルの、おっ、あの日、あの日、あれ以来でしょ。確かに、いいね。おもろいね。いや、なかなかエモいですね。久々に会いましたからね、体育。確かに、いつぶりやろう。最後にやってるんじゃないっけな。ね、2週そう、いや、1週間ちょい。いや、土曜日じゃない、なんかレッスン行くって言って、俺ラジオだから無理って。あー、あの生放送の日か。だから土曜日だから、あれ、いや、2週間前くらい。あんな2週間の、うわ、やば、あれが最後か。もうみんな帰宅ですか。いや、まだもう一個仕事あるんです。すいません、私ね、トイレ来たんですよ。あ、じゃあじゃあ。バイバーイ。そんなこんなでお仕事行ってきます。バイバイ。